タレントの大竹誠は、12日放送のテレビ朝日系、リードたちのテレビタックル、で、日曜正午2に出演し、首相や閣僚らの給与引上げ法案特別職の職員の給与に関する法律の改正案についてコメントしました。岸田内閣は、臨時国会が開会した10月に、首相の年間約46万円、 大臣の約32万円の賃上げとなる法案を提出しました。この法案は国家公務員の給与を定めた法律の改正案で人事院が引上げを勧告しているものですが韓国の対象外である首相や閣僚についても同じタイミングで給与の改正案が提出されました。給料が上がらず 物価高で生活が圧迫され続けている国民の感情を逆な減るような法案批判を受け、松官房長官は9日の会見で、首相と政務三役が増額分を自主変更すると表明しました。衆院内閣委員会は10日、改正案を可決しましたが、立憲民主党は同日、首相らの給与制を奇襲成案を提出しましたが、否決されました。大竹はさらに、 この程度の給与上げは通常のことだと思っていたため市民はこのタイミングでの不満を抱いていると指摘しました東国原氏は小さな問題が積み重なって支持率が下がっていると分析しましたネットユーザーの反応をまとめたものですもし大竹氏の言う通り市民が食いつかないと思っていたとしたら国民は相当舐められています給与を簡単に上げるというが その財源は、誰のお金であり、高級料亭やステーキを食べているのは、今の誰のおかげなのか理解しているでしょうか。岸田君は、欲しいものがすぐそこにある生活を送っていたため、当たり前のものに対する感謝の気持ちが欠けているように思います。常に、感謝の気持ちを忘れずに言って欲しいとは無理なのでしょうか。そんな判断はしてないと思う。何もかも、 木原博司で部下の言いなり。いちいち精査せず法案処理しているから、こういう法案を密かに忍び込まされても気づかないマスコミが騒いで、ようやく問題があったことに気づくというのが今までのパターンだ。最も問題に気づいたところで、これは、必要な法案ですと詳細に繰り返し説明されたら、岸田はもうついていけない。そもそも、何が問題なのかも理解せず、 ただマスコミに騒がれてどうやら世間受けが悪いらしい程度の頭で抵抗しても、財務心理教のスーパーエリートたちに論理で勝てるはずがない。元から、部下たちに全部丸投げで、人志人事、内閣人事だけが自慢の人なので、彼らにサボタージュされれば何もできない人だ。結局は従うしかない。国全体の給与を上げるなら、まずトップからなんて考えなんだろう。しかし、 普通の会社は自分たちの可決一つで給料を上げたりできない。給料を上げているのに成果がないのは間違っていると思います。政府は国民のことを考えていないようで、自分たちのことや選挙のことしか考えていないように見えます。もし自民党が次の選挙で与党になったら、この国は終わりだと思います。もしかしたらすでに終わっているかもしれませんが、 私はまだ希望を捨てたくありません。次の選挙では、絶対に自民党には投票しません。私のような人が政権にいることを願っています。四則演算の撮影隊や忘年会、新年会もうまくいかなかったのかもしれませんね。正直に言うと、岸田さんは鈍感だとは思いませんでしたが、銀のスプーンで育ったのかもしれません。上がった給料を自主的に変更するとありますが、 結局は上げなくてもいいということですね。自主的な変更に期限がないということは、いつまで変更し続けるのかわかりません。いつから上がった給料を着服しているのかもわかりません。もしそうしたいならまず、議員の数を大幅に削ってからにしないと国民は納得しないでしょう。ちなみに、議員の数には、国会議員は元より県議会議員、市議会議員と地方議員も含みます。 大体なんで人口減少してるのに、国県市町村の議員の数が減らないのか不思議で仕方ない。県議会とか成長産業だったけそれに議員定数を減らせば、田舎の町村議会議員の定数割れも起きないと思いますが、ちなみに、1年間に県議会開会期間は約80日で、閉会期間中はほぼ何もしていないと思います。けど、そして、我が県の県議会議員の報酬は、 下後500万円程度だと思います。この村をまず減らしてもらいたいものです。国会議員も給与上げました企業も給与上げましょうにしたいんだろうけど、タイミング最悪なんだよね。そもそも、国会議員が JR のグリーン車で乗って、分数飛び込みで4000万近くの年収。これをなぜ上げるんだよ。副業だってやってんだろう。野党も批判しているが、誰も、 国会議員の給与削減を提案していない物価が上がっても賃金が追いつかないというメッセージを中小企業の経営者ではない人がどの根拠で言っているのか疑問だおそらく自分たちの給料を上げたいからだろう消費税減税で年間4万円と言っているが月額はバーバーバー3円であり1年間減税するとは言っていない消費税減税と同時に増税しないというのは 一年間減税しない策略である。自民党に政権を任せていたら、過去30年間給料が上がらなかった貧困な日本を作った自民党の責任である。日本の賃金上昇率は、世界で最も低い。さらに、借金大国である自民党に投票しない限り、国民の血税を甘く見るしか考えていない現在の日本は滅びる。国民は、総借金人生となる。 ネットの普及により、庶民も自分の不満や疑問を声に出すことができるようになりました。そして、それを記録して残すことも可能になりました。しかし、日本の政治家はネットの時代に遅れていて、まだ、州への舵取りをしているように感じられます。岸田文雄首相が、税金対応を繰り返した神田健二財務副大臣を事実上更迭した。 政務最悪の退場は、この3週間足らずで3人目。辞任ドミノ、は、再び現実となった形だ。首相の判断が後手に回ったことで、政権の傷口は拡大。自民党内から立て直しは困難との声も出始めた。国民にお詫びする。一層緊張感を持って職責を果たし、国民の信頼回復につなげる。首相は13日言う。 首相官邸で記者団こう強調した。首相は、9月発足の第二次岸田再改造内閣について、適材適所、と胸を張ってきた。しかし、先月20日に臨時国会を招集して以降、同26日に山田太郎文部科学政務課、同31日に柿沢水戸法務副大臣が辞任、閣僚4人が辞任した昨年の悪夢、 を繰り返している一連の辞任理由はそれぞれ山田氏が女性問題柿沢氏が選挙違反事件への関与神田氏が税金滞納だった首相の判断の遅れは政権批判を増幅させる要因となった問題発覚当日に山田と柿沢氏派首相を処分したが神田氏の税金滞納が8日に報じられても即座に行動しなかった 党幹部は首相官邸が3人目の辞任を避けたかった。最終的に税金を払い、違法性が解消されたという理屈で状況を変えようとしたと明かす。政権幹部によると首相は13日の午前中にも判断に迷っていた。野党が2023年度補正予算案の審議を拒否する中、自民党は官邸側に 国会の厳しい空気を報告した。首相が更迭の方針を伝えたのは正午近くだった。党の重鎮は判断が遅すぎた。早く切り捨てるべきだった。と口にした。自民党は福島県議選で過半数を下回り、東京都大梅市長選で推薦した現職候補も敗北した。